オークランド地区オークランド地区は、ピッツバーグダウンタウンの東郊街にあり、中央、オークランド、そのすぐ上の北オークランド、下の南オークランド、左の西オークランドに分かれている。オークランドは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ市東部、ダウンタウンの東約4から5キロメートルに広がる地区。カーネギーメロン大学やピッツバーグ大学がキャンパスを構え、 カーネギーインスティチュートが立地するなど、高等教育、研究機関や文化施設が立ち並ぶ、ピッツバーグの文教地区である。また、ピッツバーグ市内ではダウンタウンに次ぐ、商業中心地でもある。オークランドは、市当局による区分では、北オークランド、中央オークランド、南オークランド、および西オークランドの4つの地区に分けられる。また、 カーネギーメロン大学やシェンリーパークの立地する地は、市当局による区分では、ノースオークランド地区の東に隣接するスクイレルヒル地区になるが、オークランド地区に含められることが多い。オークランド地区のほぼ中央を東西に、西隣のピッツバーグダウンタウン方面から、東隣のスクイレルヒル方面へ、5番街及びフォーブス通りが並行して通っていて、 大学などの主要文教施設はこれらの通りに面している。北オークランド地区はピッツバーグ大学のキャンパスが広がる地区で大学のメインの建物でありシンボルでもある学びの聖堂が立っている。また地区内を走るクレーグストリート沿いは商業地になっている。中央オークランド地区や南オークランド地区は男女社交クラブの家や学生向けの飲食店が立ち並び、 学生が多く住む地区になっている。西オークランド地区には、ピッツバーグ医療センターの施設が立ち並び、また、カーロー大学のキャンパスが広がっている。また、オークランド地区には、カトリックのピッツバーグ市教区の指教座である、セントポール大聖堂が建っている。このゴシック建築様式の大聖堂は、シカゴの建築設計会社、エガンプリンデビルによって設計されたもので、 1906年に完成した。この大聖堂は1983年に国家歴史登録罪に指定された。シェンリーパーク入り口のシェンリープラザから、ピッツバーグ大学の学びの聖堂、スティーブン・フォスター記念堂、ハインツ・チャペルを左側に、カーネギー・インスティチュートを右側の森の奥に望む。ありがとうございます。